はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。 N ゲージスターターセットスペシャル D51SL 列車です。はい、こちらですね、もうかなり前にですね購入しておいてたものでして、はい、すでにレイアウトも組んでありますね。はい、N ゲージのスターターセットなんですけれども、加藤の製品ですね。はい、我々加藤はですね、以前チビロコの持ってたね、うん、あのレールをつなげられるね、だからね、はい、同じ加藤社製品だからね、うん、あとパワーパックが入っているのと、うん、N ゲージの D51、 それで、SL の客車が3つついてきてますね。はい、後で細かく見ていきましょう。はい、ちなみにですね、今これベーシックな感じでレイアウト組んでますけれども、横幅が 677mm、 縦幅が 1337mm ということで、これね、パパのいつも撮影しているテーブルだと取れないんですね。うん、だからここでやってる。そうそう、場所がね、あそこのテーブルじゃちょっと無理なので、ちょっとリビングでやっております。はい、はい、ではちょっと客車それぞれ見ていきましょうか。はい、はい、ということで、こちらが D51 ですね。はい、すごいかっこいいね。かっこいいよね。で、これとですね、正面から見ると、なんと、わかるかな、プレートがね、そう、プレートついてないんですね。うん。で、これがプレートなんですが、ちょっと細かいんだよ。そうそうそう、で、これつければいいんだよね。うん。で、ヘッドライトはこれつくんだっけ、点灯するんだっけ。点灯はしませんね。これしないのか。そして、この客車がオハニ36ですね。はい、テールライト点灯するタイプです。次の客車、こちらですね、はい、これがオハ47です。はい、で、一番最後の客車がスハフ42ですね。はい、こちらもテールライトが点灯しますね。はいはい、そしてこちらがパワーパックですね。はい、今もう電源入っちゃってるんですが、はい、そっちのレバー、これ、そっちスイッチの方が、上が前進で、真ん中が停止だった。はい、で、一番下が更新ですね。はい、この右側のレバーで電車のスピードを上げていきますね。はい、一番左側が停止していて、一番右側にやるとなんか速くなったな。はい、ただこの赤いラインあるでしょ。うん、赤いラインのところがちょっと早すぎるんでね、うん、脱線の可能性があると。うん、だから赤いって意味だね。レシン君、走らせてみてもらっていいですか。はい、はい、前進いきますね。はい、前進で、前進。おお、やっぱこれかっこいいね。かっこいいね。かっこいい、走り出して走り出したらかっこいいってやつ。しかもね、音が静かだからね。うん、じゃあもっと走ります。はい、尋常じゃないぐらい SL が速いんだけど、うん、ドットのところめちゃくちゃ速く回転してるけど、で、一番後ろの車にはテールランドがついてる。ああ、ついてんね。うん、ああ、いいね、いいね。うん、ちょっと浮くようにしてるからね。これがなんか SL の動きみたいな感じやね。ポイント切り替えのね。そう、ポイント切り替えの、レールも実は買ってあって、はい、それもね、今度やりたいと思いますね。はい、あとはなんだっけ、客車の中の電灯、うん、LED 電灯も買ってあるので、はい、それもやりたいですね。はい、どうですか、やっぱ面白い。まあ、めっちゃ面白い。たまにね、鉄道模型 のポポンデッタって店でね、うん、デンタルレイアウトで N ゲージを走らせたりするけど、うん、おお、やっぱいいね。はい、ということで、今回は N ゲージスターターセットスペシャル D51SL 列車でした。この体勢きつい、うん、はい、ということで、今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方は、ぜひ高評価ボタンお願いしま す。そしてチャンネル登録をしていただくと、 YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いしま す。そしてコメントもいただけると大変嬉しいです ね。それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、ぜひそちらのフォローもお願いします。はい、お願いします。はい、以前ね、N ゲージ情景制作っていううちやったことあるんだけど、うん、相当前ね、トンネル作っただけで終わっちゃったんだけど、うん、トンネルとかを使ってもいいかもしれないですね。うん、そしたら結構模型になるからね。うん、はい、ということで、今回は以上でございます。バイバーイ。